今週の反省会です。はい、ということで、はい、今週も岡野さんをね、ちょっと忙しくて来れないのでまた新しいゲストをお呼びして伊勢くんです。こんにちは、久しぶりです。伊勢くん、あのインターンシップ始めて 何ヶ月だっけ。もう3ヶ月経ってまたさらに3ヶ月経とうとしてます。そうね、だったらもう半年ぐらい。半年ですね。もうだんだんなんか変わってきちゃってさ、ね、イメチェンですよね。茶色くなって垢抜けちゃったみたいな。ちょっと日本帰ってメガネ買って。ね、このメガネ可愛い。ね、青い見えますか、青いメガネ。ここの縁がゴールドなんで。でもすぐルームメイトに、うわそれ似合ってないですね。似合ってると思ったのに。ああそうなんだ。まあ、まあ収録、オンエアは金曜日以降になるんですけど、まあ、収録はバレンタインの前日にね、はい、2月13日にやってますから。バレンタインの話してよ、うん、伊勢くん。アメリカは男の子は、そうなんですよ。いや今日井上さんがみんなに配ってたじゃないですか、バレンタインのチョコレート。まあね、皆さんあれすごいなと思って、あ持ち上げて何もないよ。もうお返ししようかなと思って。本当、はい、いや楽しみ、1ヶ月後に、はい、ホワイトデーに、ね、じゃあ期待してますよ、はい、まあこういうキラキラ系でもいいけどね。こういうのそうですね、あいいな、はい、そうですね。いやそれはそうとさ、伊勢くんどうなのよ。高校大学時代とか日本に行った時とかチョコやっぱ、ね、持って持って、記憶ないですね俺。あ忘れっぽいらしいですね、うん、記憶がなくて。どういうこと、もらったことがない。もらった記憶もないし。嘘、はい、だからもうバレンタインの日嫌いだから、もうそそくさに家に帰ってましたけどね。そう小学校3年ぐらいまでなんか家まで来てくれて。え、ほんとモテモテじゃないですか。でその時でも疎いじゃないですか、そういう女の子のやつが、まあね、だから、まあ、冷蔵庫にチョコレートがずっと入っていたみたいな。あ、チョコがそんなに好きでもない。いやいや、なんか恥ずかしかったんでしょうね。なんかちょっと変に格好つけて。あ、3年生ぐらいって、そうよ、小学3年生ぐらい。女は女だよ。でもそれがそう、たたったかどうか。たたった。もう小4がぷっつりなくなりましたね。あ寂しい。やっぱり女心ちゃんと、でもじゃあロッカーにブワーって持ってる男の子とか横目に、あれ何なんですかね。やっぱり毎年なんかその男の子にあげてる人がいて、その男の子がそのやっぱり告白されてもなんて言うんだろう、断り続けたんだけど、その一人の子が毎年送り続けて、うん、いつも入ってるんですよ机の中に。それでも断り続けて、その子はっていう、そこわかんないけど、まっちゃんはどう、チョコレートあげてた。そうですね、小学校中学校やっぱ女の子同士で作ったりとかしてあげ配ったりとか、そうですね、小学校の頃は弟がすごいチョコをいっぱいもらって帰ってきてて、それを食べるのがウキウキのバレンタイン。ハンサムなんだ。当時はなんかかわいい感じで、なんかサラサラヘアの、頭のいい、よくできた子だったんですけど、だんだんちょっとまあ身長は高いんですけど。あそうなん、どれぐらい。189ぐらいです、ね、それ高いね。高いですね。ほんと、そうかそうか、ね、でも、あ、私バレンタイン、そういえば記憶ないね、あんまり。でも本命チョコとかあんま作んないよね。あそうなんです。いや本命チョコはさ、いいのを買ってきたりした。どっちがいいのかなって毎年思いますね。手作りがいいっていう人と、でも買った方が美味しい。でもあれって女同士で食べてません、クラスルームで、うん、クラスルームはそうです、ね、あれが意味わからんっていう。あ、ね、男の子によく意味わからん、女で食べるなら意味わからん、ね、まあね、女の子はそういうイベントごとが好きなのよ、とにかく、うん、ね、そういう時はキャキャ言いたいのよ、うん、ね、イベントごとは大切にしないと。そうよ、うん、キャサリンとも泣いちゃうぞ。はい、ということで、反省会バレンタインバージョンでした。はい、ダメ出し出たりしてこれ落ちそうになって、この助けてくれてグッ、ごめんなさい、黙ってきます。はい、今日の反省、今日は本当に久しぶりにたくさんエネジーを出して、みんながちょっと不機嫌な顔していられます。ごめんなさい。そして今日のポキートイングリッシュ、そしてどうして今日のポキートイングリッシュを選んだかというと、カメラのまさしさんが足を折っていらっしゃるので、それにちなんで、日本では足のことを足を折れたと言いますが、アメリカでは break a leg、 足が折れると did you break a leg って言います。うん、足が折れます。そしてその他にも意味があるのが、もし何かをグッドラック
ちょっと待って、めちゃめちゃ私反省感もめちゃめちゃになってる、どうしよう。グッドラックっていう意味でも break a leg というんです。例えばなんかステージに上がる前に誰かが Oh break a leg って言うと、足を折れよって意味じゃなくて頑張れよっていう意味で使うんですね。Break a leg, break a leg。 そう、今日 break a leg ってちょっと言われました、たくさん。ではそんな感じです。由来知ってますか、誰か。break a leg のなぜその break a leg っていうのを言うのか、その由来は次回 お伝えしたいと思います。では皆さん、さよなら。本当に次回お伝えできんのかよ。